アンティールゴスはアーチリナックスベースのリナックスディストリビューションである。アンティールゴスはデフォルトのデスクトップ環境に GNOME3 を用いるがシナモン、メイト、KDE、ザフスなどのデスクトップを用いることもできる。アンティールゴスは2012年7月にシナークとしてリリースされ、2013年5月にディストローワッチで 最もポピュラーなディストリビューションのトップ30位以内にランクインした。アンティールゴスはガリシア語で先祖の意味であり、この単語が現在と過去とをつなぐを意味するため名前に選ばれた。もともとこのプロジェクトはシナークとして始まり、デスクトップ環境はリナックスミントチームが開発した GNOME シェルのフォークであるシナモンを用いていた。2013年4月にシナークチームは アーチリナックスのようにローリングリリースでリポジトリにシナモンを維持するのが困難になったのでデフォルトデスクトップ環境をシナモンから GNOME3.6 に置き換えた。それに応じて名前をアンティールゴスに改名しその名の下で2013年4月にリリースされた。名前以外に変更されたものはシステムに含まれるデフォルト設定である。 ファイルマネージャーはネモからノーチラスに、デスクトップマネージャーは MDM から GDM に、メッセージングクライアントはピジンからエンパシーにそれぞれ置き換えられた。バージョン2014.05-26からアンティールゴスは NewMix、スクエアアイコンと外部の NewMix フロストテーマをこの OS にもたらした NewMix プロジェクトと提携した。2015年3月7日、 インストーラーが必要とするコンポーネントのみを提供するアンティールゴスミニマル ISO が利用可能となった。プロジェクト終了が2019年5月21日にアナウンスされた。アンティールゴスはテキストベースのインストーラーと共にグラフィカルインストーラーであるクンキーを提供する。このインストーラーは GNOME デスクトップ内でブートするがインストール中に GNOME3 シナモン、メイト、KDE、ザフス、オパンバックスの中からいずれかを選ぶためのオプションを提供する。インストールの開始及びインストール前に、クンキーを自動でアップデートするために、ネットワーク接続は必須である。アンティールゴスはローリングリリースであり、アンティールゴス自身のリポジトリと共にアーチリナックスの公式リポジトリとワーを利用する。 アンティールゴスはアーチリナックスと似た最小限のテキストベースインストーラーを持つパックマンベースのディストリビューションである。パッケージ管理はパックマンとパマックを経由する。デフォルトのオフィススイートは付属していないがシナック初期のリリースからリバーウフスコンポーネントを選んでダウンロードするのを容易にするリバーウフスインストーラー4アーチリナックスが付属している。 シナークの名で最初の ISO が出たのは2012年5月7日でアーチリナックスフォーラムでユーザーにそのリリースをメッセージと共に通知した。アンティルゴスの名の最初のバージョンは2013年5月12日にリリースされた。ありがとうございます。